はい、こんにちは。続きやっていきます。続きとうとうなんか新しい選択肢が出てきてテンションが上がっている。ここで一刻も早くランの元へ戻ろうとは思わないわね。行くよね。僕は意を決して荒れ狂う吹雪の中に足を踏み出した。はい。ドアを開け放ったままそこから漏れる明かりを頼りに血の跡をたどる。スリッパ履きのため一歩ごとに足元から凍りついていくようだ。五六歩も歩くと明かりもその力を失い、降りしきる雪の中ではもはや血痕をたどることもかなわない。あれ大丈夫かなこれ。僕は立ち止まり闇の中に目を凝らした。え、闇の中で獣のように光る二つの目が見えた。獣じゃね。えと思った途端、吹雪の中から白とも黒ともつかぬ影が叫び声を上げながら飛びかかってきた。モップを構える暇もなく僕は雪の中へ仰向けに押し倒された。恐ろしい力が首を締め付け、僕の頭を雪の中へと沈める。だ、誰だ。僕が潰れそうな喉で叫んだ途端、スッと首の力が緩んで驚いたような声が聞こえた。コナン君か。敏夫さんの声だった。あれ、僕を殺すつもりじゃなかったのだろうか。敏夫さん。上にのしかかっていた力が急に消え失せ、どさりと倒れ込む音がした。恐る恐る身を起こすと、雪の中に倒れている敏夫さんの姿がぼんやりと見えた。その額は血まみれで、顔は雪よりも白かった。香山さんや小林夫妻を惨殺したかもしれない敏夫さん。その敏夫さんもまたひどい怪我をしている。逃げ出すべきか迷ったが、結局僕はその場に留まることにした。寒いじゃん。敏夫さん、一体何があったんですか。敏夫さんはまるでさっきのバカ力で燃え尽きたみたいに、今にも消え入りそうな声でつぶやいた。あいつだよ。やっぱりあいつだったんだ。あいつって。僕は尋ねたが、その声はもう敏夫さんの耳には届いていないようだった。妙な音がしたから廊下へ出た。そしたらオーナーの部屋のドアが開いていた。中を覗き込んだ途端、頭を殴られた。あいつがドアの陰に隠れてやがったんだ。俺は必死で裏口まで逃げた。息が苦しそうだ。あいつって誰なんです敏夫さん。僕は敏夫さんに這いより顔を近づけて叫んだ。ドアを飛び出して外へ逃げたのは良かったんだが、中から鍵をかけられちまってこのざまさ。俺はもうダメだ。やられるなよ。あいつはきっと全員を。誰だよ。まあ分かってるけど雪本さんでしょ。敏夫さん、誰なんです。誰がこんなことを。僕は雪に埋もれていく敏夫さんの肩を掴んで揺さぶった。もう死んだのかもしれない。たとえまだ息があっても医者もいないこの状況では助かりようがない。僕は敏夫さんの体を引きずって裏口から中へ入れた。ドアを開け放してままだったせいで中まで雪が積もりかけている。比較的暖かそうな食堂まで引きずっていき、僕は敏夫さんの心臓に耳を当てた。どこを探っても鼓動は感じられない。明かりの下で見る敏夫さんの顔はまさに死人そのものだった。僕は混乱しきっていた。敏夫さんは犯人ではなかった。あいつにやられたという。小林夫妻も同じあいつにやられた。怖い。あいつとは一体誰だ。生き残っているのは僕とランを除けば春子さんと OL3 人だけじゃないか。みんな女だし、特に体力がありそうなタイプでもない。それが小林夫妻を襲い敏夫さんまでも殴り倒したというのだろうか。しかし一人では無理でも複数なら、僕は恐ろしい想像した。もしや香山さんが。そういえば香山さんの脈を取ってなかったことを思い出した。三木本さんだと思うんだけど違う一人では無理でも複数なら、じゃあとりあえず A にしてみましょうか。僕は恐ろしい想像した。あの OL たちが一緒になってみんなを殺したんだとしたら大変だ。ランは今その犯人かもしれない連中と一緒にいるのだ。食堂を駆け抜け階段を飛ぶように上がる。 OL たちの客室にたどり着くまできっと10秒かそこらだったに違いない。ラン開けてくれ、叫びながらノックする。中で少し言い争うような声が聞こえたが、すぐにドアは開かれた。うん。ランが飛び出してきて首に抱きつく。よかった、無事で。それはこちらが言いたいセリフだった。香山さんの奥さんは。こちらを見つめる女の子たちの視線を避けながら僕は聞いた。来なかったけど。そうか。じゃあ僕たちは部屋に戻ろう。来なかった。ランの手を引っ張って部屋から出る。でも一緒にいた方が安全なんじゃないの。そう言いかけるランを無視し、僕は黙って自分の部屋へ彼女を引き込んだ。ねえ、どうしたのよ。さっきはみんな一緒にいた方がいいって。僕はドアを閉めると彼女の唇に指を当てて黙らせた。さっきとは事情が変わったんだ。いいか、よく聞けよ。みんなを殺したのは敏夫さんじゃなかった。敏夫さんじゃなかった。
僕はうなずいた。俊夫さんもやられてたんだ。殴られてて、僕が見つけた時はまだ息があったんだけど、それ以上続けることはできず、僕はただ首を振った。一体誰にやられたの？あの三人娘さ、それ以外考えられない。ランは一瞬ほうけたような表情を見せ、やがて笑い始めた。あの人たちが人殺しだってそういうの？信じられないのはわかるけど、他に考えようがないだろう。あの香山さんの奥さんが一人でこんなことができたと思うかい？そうは思わないけど。だろ？だとするとあの三人以外考えられないじゃないか。もう誰もいないんだよ。みんな死んだんだ。もうみんな殺されたんだよ。僕はついランに向かって怒鳴っていた。ランの顔は恐怖とも悲しみともつかぬ表情で醜く歪んだ。そんなことを信じられない。信じたくない。僕だって信じたくなんかないさ。でも信じるしかないんだよ。現実を見つめるんだ。しばらくランは僕の胸に顔をうずめてすすり泣きのような声を上げていたが、やがて小さな声で言った。ねえ、本当にみんな死んじゃったの？俊夫さんもおじさんも、おじさんたちも、香山さんも。おじさんたちや香山さんの死体はランも見ただろう。俊夫さんも胸に耳を当ててみたけど、心臓が完全に止まってた。わっ、僕がそう言い終えた瞬間、部屋の明かりが消えた。キャー、ランは叫び声を上げて僕に思い切りしがみつく。停電かな？平気なふりを装ったつもりだったが、声が上ずっていた。怖い。目の前は塗りつぶされたみたいな真の闇。息遣いが聞き取れるほど近くにあるはずのランの顔すら見えない。そのうち治るだろう。どうせもうすぐ朝だし。僕は恐怖を抑えながら気休めにしかならないことを言った。怖いんだけど。時間が経つにつれ、ぼんやりと窓が見え、部屋の輪郭やランの影は分かるようになってくる。僕たちは手を離さないようにしながら、何度かベッドにたどり着くことができた。じっとしてるんだ。じっとしてれば大丈夫だ。自分に言い聞かせるように僕は言い続けた。少しずつパニックも染まっていった。はっ、わあ、ドアの開く音と悲鳴が廊下から聞こえてくるまでは。怖い。女の人の悲鳴であるのは確かだったが、誰のものかわからない。え、そして悲鳴に続いて何かがぶつかる鈍い音、人が床に倒れるような音が聞こえてきた。まさかコナン、ランのささやき声が震えている。香山さんの奥さん。そうだった。自分とランを守ることに精一杯で、春子さんのことを忘れていた。今から飛び出していけば、まだ助けることができるかもしれない。そう思っても、僕の体は硬直したみたいで、ちっとも動いてはくれなかった。廊下では今3人の女の子たちが春子さんを殴り、とどめを刺しているのだろうか。ニヤニヤと笑いながら、殺しを楽しみながら。あ、怖い。足音は聞こえなかったが、どこかでドアが開閉するような音は聞こえた。やがて建物には再び静寂が戻った。まるでこの地上から全ての命が失われてしまったかのような静寂が。コナン、様子見てきてよ。ランが涙声で言った。うん、僕はごくりと唾を飲み込んだ。まだ息があるかもしれない、俊夫さんのように。だとしても僕たちにできることがあるとは思えなかったが、このまま見過ごすのはあまりに卑怯だ。やめときなよ。僕はランの肩を安心させるように叩いて立ち上がると、暗闇の中を進み、手探りでモップを拾い上げた。彼女たちがドアの外で息を殺して待ち構えていた時の用心だ。そっと足を忍ばしてドアにたどり着くと、耳を押し当てて廊下の物音を聞く。かすかな息も衣ずれの音も聞こえない。え、怖いんだけど。僕はそっとノブに手をかけ、そろいと回した。ドアを押し開けられないように、体は常に部屋側に置きながら、ゆっくりとドアを開けていく。首だけを伸ばして廊下を覗くと、怖い、見えた。春子さんらしき姿が廊下に倒れているのが分かった。暗くてよくわからないが、全く動きがないのは確かだった。僕は慌ててドアを閉めると、鍵をかけランの方を振り返った。ダメだ、やっぱりやられてる。ランは声を殺して泣き始めた。僕は足音を忍ばせるのも忘れ、ランに近づいて肩を抱いた。しゃくり上げるような泣き声を上げるたび、彼女の肩が震える。その震えを抑えつけさえすれば、彼女が泣き止むような気がして、僕は腕にありったけな力を込めた。怖い。どうしてなの。みんないい人たちだったのに、どうして。僕にわかるわけもない。ラン、冷静になるんだ。冷静にならなきゃ、僕たちも殺されるんだぞ。あの人たちに殺されるっていうの、私にはやっぱり信じられない。ここには何か悪霊みたいなものがいるのよ。そうでなきゃ狂った殺人鬼が、普通の人間がこんなひどいことできるはずがないわ。悪霊、そんなものを認めたくはなかったが、彼女たちがここまでひどい殺人を繰り返すと信じるのも、それと同じくらい難しいことなのも確かだった。ランがとんでもないことを言い出した。あの子たちを助けに行かなくちゃ。ちょっと待てよ。みすみす殺されに行くようなもんじゃないか。一歩も外へ出ちゃダメだ。立ち上がって出て行こうとするランを僕は必死で捕まえた。じゃあコナンはあの子たちを見殺しにするっていうの？そうじゃないよ。あいつらが犯人だったらどうするんだって言ってるんだよ。
そう叫び返しながら僕は親と思った。親ってあいつら。僕は今あいつらと言った。あいつではなくあいつらだ。当然だ、一人ではなく複数なのだから。どうかしたの？敏夫さんは息を引き取る間際にあいつにやられたって言ったんだ。彼女たち3人が寄ってたかって襲ったんならそんな言い方はしないよな。ランはしばらく僕の言葉を吟味している様子だったが、やがてガバッと立ち上がった。そうよ、やっぱりあの人たちは犯人じゃないのよ。早く助けに行かなきゃ。おい待てよ、外に出たら危ないよ。彼女たちだって3人もいるんだから外へ出なければ安全さ。そんなのわからないじゃない、女の子ばかりなのよ。私たちだけ助かればそれでいいの？もう人が殺されるのを見るのは嫌。見殺しなんてできない。あれ、このテキスト前も読んだな。それは僕も同じ気持ちだった。それにこれまでもできるだけのことはしてきたつもりだった。しかし僕はランだけは何としてもランだけにはあんな目にあってほしくなかった。もしあの OL さん、OL たち3人がみんな無実だったとしても、彼女たちの命を助けるためにランを危険にさらしたくはなかった。いやいや止めないで。ランは僕を押しのけドアを開けようとする。分かった、僕が行く。僕が行くからランはここで鍵をかけてじっとしてると約束してくれ。ちょっと待って、このテキスト読んだことある。僕がどんなに遅くなっても絶対にこっから出ないって。あれ、分かった、約束するわ。気をつけて。あれれ、僕は再びモップの絵を持つ。そっとドアを開け、廊下の闇の中へ忍び出た。あ、でも暗いからな。ランにうなずくとドアは閉まり、ロックボタンを押す音が聞こえた。踊り場などに窓があるものの、部屋の中よりもまだ暗い。僕は足音を忍ばせて女の子たちの部屋へ向かった。たかが女の子にビクビクしている自分が情けなかったが、心臓はドキドキ、口の中はカラカラに乾いている。見たぞ、このテキスト見たぞ。彼女たちは関係なかったのだろうか。あれれ、ノックした。誰？あ、普通だ、発狂してない。しばらくしてからかすかなささやきが聞こえてきた。僕です、コナンです。ダメ、来ないで。かなこちゃんのかなこちゃんのイヒステリック、なんだあのイ、なんだ。叫び声が暗闇に響き渡る。その震える声を聞くと、やはり彼女たちが人殺しのはずはないと思えてくる。怖がらないで、さっき廊下で香山さんの奥さんが襲われたみたいなんだ。残っているのは君たちと僕、それにランだけだ。全員で立ち向かわなきゃみんなやられてしまう。団結しよう、どっちかの部屋で一緒になるんだ。いやいや、誰がそんな言葉に騙されるもんですか。僕を人殺しだと思っている様子だ。当然だろう、僕だって彼女たちを疑ったのだから。なんとか疑惑を晴らす方法はないものかと思ったが、すぐに諦めた。じゃあそのままで聞いてください。誰かが来ても絶対にドア開けちゃダメですよ。僕とランはあっちの部屋にいますから、危険だと思ったらすぐに大声を上げてください。いいですか、すぐに。わーその時悲鳴が聞こえた、後ろの方から。ラン、僕は振り返ったが、暗闇に動くものは何も見えなかった。今の声誰？ドアの中からかなこちゃんの声が聞こえたが、僕はそれには答えず走り出した。ラン、暗闇の中を壁にぶつかりそうになりながら部屋まで戻る。僕は立ち止まり、少し開いたままのドアを見つめた。なぜドアが？僕は中へ入るのがためらわれた。ラン、返事をしてくれラン。しかし部屋の中からは何の物音も聞こえてこない。僕はモップの絵でドアをついて押し開けた。部屋の中は廊下よりかすかに明るかったが、ランの姿が見えるほどではない。何が？ランに一体何があったのか。きっとネズミかゴキブリでも見つけたのに違いない。僕はそんな風に思い込もうとした。ラン、僕は声を限りに叫んだが、やはり返事はなかった。足が震えて立っているのもままならない。一歩ずつ部屋の中へと進んだ。へえ、ベッドの上に黒い影が横たわっているのがぼんやりと見えてくる。あれがランなのか。まさか。ふらふらとベッドに近寄り、ピクリとも向かぬ影に手を伸ばした。ラン、わっ。背後に気配を感じて振り向いた時にはもう手遅れだった。ズシャー、何かが目の前に振り下ろされ、頭の中で閃光が炸裂する。ゆっくりと倒れながら最後に見たその人影は、意外にも あれ？ててーん、ててーん、てーん。ちょっと、ててーんじゃなくて、終わりか何か出してよ。でーん、終わり、終わった。うわぁ、惜しいところまで行ったんじゃない？でも。どこで間違えたかな？加山さんの脈を先に取りに行った方が良かったのかな？うわ、やり直します。ちょっと気になるところからやり直しましょう。よし、
じゃあ選択肢、さっきは A を選んだので、加山さんの脈を取ってなかったことを思い出した。ててーん。よし。もしかしたらあれは単に死んだふりをしていただけだったのではないか。そしてまだこの建物の中をうろつきながら僕たちを殺す機会をずっと狙っているんじゃないのか。加山さんは確かに死んでいた。加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると思った。まあ一応確認しますか。ねえ、ちょっと御木本さんを見てほしいんだけどな。どうすれば御木本さん見てくれるんだろう、この人、この主人公。 地下室への扉へとたどり着いた。最後に見た時と全く変わらない様子でドアは半分開いている。僕は大きく深呼吸してから階段を降り始めた。半分も降りないうちに加山さんの体が見えてくる。発見した時と同じように階段の下で倒れている。あれが死んだふりだなんてことがありえるだろうか。小林さんたちを殺し敏夫さんを襲った後で地下室に戻ったというのか。最後の数段をさらに慎重に降りると、僕はまず加山さんの周りをゆっくりと回った。今日一日で何度も嗅いだむせるような匂いが加山さんの頭の下から流れてた黒ずみが血であることをはっきりと示していた。生々しい。モップの柄の先で軽く加山さんの体をつついてみた。何の反応もない。ひざまずき加山さんの手首に触れた。冷たい。脈を探ったがやはり何も感じられない。やっぱり加山さんは死んでいる。ほっとしたのも一瞬だった。何？加山さんもやっぱり死んでいる。では一体どういうことになるんだろう。ゾンビが、生きる屍が、見ていない間に歩き回って人を殺しているとでも。でなければ女性の中の誰かが恐ろしい殺人鬼だと考えるしかなくなってしまう。待てよ、生きる屍。僕はそっとひざまずくと吐き気をこらえながら加山さんの顔を観察した。目はカッと見開いていて、割れた額には血で固まった髪の毛がこびりついている。心臓のあたりを手に当てて鼓動を探った。服を通してさえ体温のないことがはっきりとわかるし、かすかな鼓動さえも感じられない。そうか、ジグソーパズルのいくつもの断片が音を立ててピタリとはまった。この悪夢のような事件の張本人が誰か、今ようやくわかった。わかったか。それは、何これ。 最後の最後にこれいる？ もうあいつしかいないでしょう、御木本ボーイ。おえー、ええ あ、漢字にしなくていいの？さん付けじゃなくていいよね、もういいよね、御木本。犯人は御木本だ。わあ、僕がそう確信した時、建物のどこかから悲鳴が聞こえてきた。ラン？いや違う、ランの声じゃない、そう信じたかった。階段を駆け上がり1階へ。誰かが廊下を走る物音が聞こえる。また誰か犠牲者が出たのか。くそ、もう少し早く、ほんの少し早く真相に気づいていれば。階段を上ると加山さんの奥さん春子さんが倒れているのが目に入った。素早く左右に目を走らせるが、他に人影はない。あいつは部屋に戻ったんだろう。どうすんの？僕は足音を押し伸ばして春子さんに近づいた。ああ、春子さんは死んでしまうのね。ダメだ。一目見ただけでもう助からないことがわかる。パックリと割れた額から流れ出した大量の血。すでに何も見ていないうつろな瞳。犯人の正体がわかった今、死体を前にして恐怖よりも悲しみよりも怒りの方がはるかに強かった。僕はモップを握りしめると御木本さんの部屋のドアを開けた。ガチャ。ベッドの上には最後に見た時と同じように御木本さんが横たわっている。御木本さんも死体のふりはしなくてもいいんですよ。僕は閉めたドアにもたれかかると声をかけた。死体は微動だにしなかった。僕の推理は間違っていたんだろうか。そう思い始めた時だった。あと少しだったんだかな。バレちまっちゃしょうがない。やっぱり、ほら、ちょっと合ってた。やばい、嬉しい。御木本さんはむっくりと体を起こすと両足をベッドから下ろした。違う、脈がなかったのは、あれか、田中さんの腕を出してたのか、布団から。なんでわかったんだ。あなたの手は冷たすぎたんです。ここより寒いところにいた加山さんの手よりも冷たかった。まるで雪か氷をずっと触っていたみたいな冷たさでした。なるほどな、ちょっと冷やしすぎたか。御木本さんは舌打ちをしながら言い、服の下から何かを取り出す。拳銃でも出すのかと思って緊張したが、どうも丸めたタオルだったようだ。それを使って脈を止めたんですね。あ、違うか。 腕を持ってきてたわけじゃなかったんだね。ああ、そうだ。脇の下にボールなどを挟んで腕を強く押さえつけると手首の脈を止めることができる。血行が止まるのだから当然のことだ。
雪本さんは誰かが調べに来るのを予想して、手は窓の外の雪で冷やし、脇の下に丸めたタオルを挟み込んで待っていたのだ。そっちか。あまりにもたくさんの死に直面しすぎたのだ。そのため一つ一つの死をきちんと検証する余裕などなくなっていた。そうしてこんな単純なトリックを見破ることすらできなくなってしまっていたのだ。最初の時点で見破っていれば春子さんは死なずに済んだのに。なんでこんなひどいことをしたんだ。みんな何の罪もない人たちだったのに。僕が怒りを抑えきれず叫ぶと、三木本さんは、いや、三木本は心外だとでも言った表情を浮かべた。人間ほど罪深い生き物はいないさ。たくさんの命を奪って生き延びてるんだからな。そんなのはただの奇弁だ。なぜみんなを殺したんだ。香山さん、小林さんや敏夫さん、みどりさん、それに田中さん。田中？そんなやつを殺した覚えはないね。まあある意味では殺したと言えなくもないが、彼の言うことはまるで理解できなかった。しかしなぜ一人でここへ来たんだ。みすみす殺されに来たようなもんじゃないか。三木本は話をそらした。目につくところに凶器は見当たらないが、自信たっぷりの表情だ。残ってるのは女の子ばかりだ。危ない目に遭わすわけにはいかないじゃないか。ほう、一発のヒーロー気取りか。命は大事にした方がいいぞ。と言ってももう手遅れか。はっ、近寄るな。僕は慌ててモップを構える。怖い怖い。三木本は意に介さない様子でゆっくりと近づいてくる。はあ。僕はその異様な殺気に押されて後ろへ下がった。すぐに背中がドアにぶつかる。後ろでイノブを探っていると、三木本はあざけるように言った。怖い。逃げるのか。逃げて女に助けを求めるか。ダメだ、読まれている。どうしようどうしよう。さらに近づいてくる三木本に僕は叫びながら飛びかかった。三木本は振り下ろすモップをスイとかわした。そして次の瞬間、僕の背後に回り首に腕を巻きつけていた。弱いよ、新一にしたのに名前。その手にはどこから取り出したのか飛び出しナイフが握られている。残念だったな、終わりだ。喉に冷たいナイフの刃が当たる。新一？その声が聞こえた途端、ドンと音がして三木本がふらついた。僕は我に返るとナイフを持った手を両手で掴みひねりながら逃れてた。三木本はうめき声を上げながらナイフを取り落としたが、すぐに僕の手を逆にねじ上げてベッドに押し倒した。どうなる？首に彼の両手がかかり、ぐいぐいと締め上げてくる。ぐ。呼吸ができないだけでなく、気管が指で突き破られそうに痛い。頭の中に白い空白が生じ、どんどんそれが大きくなっていく。ふと上にのしかかっていた体重が消え失せた。吐き気と咳が同時に込み上げてくる。うげうげ、ゲホ。どうしたん？うっすら目を開けると、開いたドアの前に蘭が立っていた。自分の血まみれの両手を呆然と見つめながら。僕の姿勢に気づいてた途端、彼女はハッとして走り寄ってきた。蘭、新一、大丈夫？僕は声が出せず何度もなずいた。よかった、私、新一も殺されちゃったのかと思った。彼女は僕の首にかじりつき泣きじゃくった。蘭は僕の命を助けるために三木本を刺したのだ。一瞬でも血まみれの蘭は不気味だと思ったことを僕は恥じた。彼女がいなければ僕は死んでいた。そしておそらく蘭も、あのオイルたちも、みんな殺されていたに違いない。この三木本に、床に倒れた三木本を見るともう動きを止めていた。蘭が死に物狂いでぶち当たった勢いでナイフは彼の背中の真ん中に絵まで突き立っていた。一撃で心臓まで達したに違いない。これまで彼が犯してきたどの殺人に比べても流れ立ちの量は驚くほど少なかった。まるで彼の体には人並みの血液が流れていないかのように。いやー、これはクリアでよろしいの？わーい。でもそうだよね。しかし一体なぜ彼はこんな恐ろしいことをしなければならなかったのか。そして殺せなかったはずの田中さんを彼は一体どうやって殺したのだろうか。彼が死んでしまった今となってはそれらの疑問に答えてくれるものはいない。あ、でもこれなんかいろいろありそうだな。まだしかし今はただランと二人こうやって抱き合いながら朝を待てばいい。もう悪夢のような長い長い夜終わったのだから。なんかありそう。違そう。大丈夫？なんかもうちょっとちゃんとした解決編がありそうな気がするんだけど。まあいいや、とりあえず今回は犯人が分かったよということで。他にあるのかな。他にあると思う？みんな。もっと人が死なずにすっきりとした終わり方があるんだろうか。まあとりあえず今回はこれまでで、また続きがあったらやります。はい、じゃあお疲れ様でした。